皆さんこんばんは中西由里です偉人素顔の履歴書アフタートーク番組収録後に番組の中ではご紹介しきれなかったエピソードなどを歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさあ今回のテーマはこちらです 今回は坂井忠次編の見どころなどを放送に先立ってお伝えしながら収録では話しきれなかったエピソードも先生にたっぷりとお話しいただければと思いますま、はい、坂井忠次といえば徳川四天王のもう筆頭まさ、うん、にもう家康のにとっても本当に重,重心中の重心、はい、いうことですけれども 先生は忠次についてはどんな印象を持たれていますか。うん、私はねあの史天王に数えたのがそもそも失敗ではなかったかなと。失敗。はい。残り三人はね世代が違うんですね。酒井忠次郎っていうのはまさにあの、えー、一の大人といいますか、あの徳川全体のナンバーツーなんですね。はあ それをね、四分の一に数えるのはいかがなものかなと。ちょっとね、違うような気がしますね。じゃあ、四天王の中でも、ちょっと別格なんじゃないかっていう、うん。あの、別格であると同時に、あの、彼は家康のお父さん。あの、広忠の妹を、あの、奥さんにもらっているんですね。うんうん、だから、その、家康との関係はとなると、あの、おじさんと甥の関係になるわけ。ですね,ね、だから、まあ、家族というか、親族というか、ですよね。はい しかも年齢的には15歳年上ですから、はい、まあ当時の15歳ですからねもう親子ほど離れてると言ってもおかしくないわけですけどもそういう中での、えー、彼の存在価値でですよね。ここをその番組でぜひ見て欲しいなと、はい、そい、ねまあ、次というと生涯にわたってずっとこう家康を支え続けてきたというところですけれども、うん、どんなところがその家康にとって何て言うんですかもう他にはない欠かすことができない、うん。 あのやはりあれでしょうね家康の,の長男信康があ信長の命令によって切腹させられるとその前に申し開きをしをろとそういうふうなところの今までの解釈とこの番組の本編がどう違うかそこをね是非見ていただきたいと思いますね。う で歴史は点を線につなががいと意味がありません、えー、この場合の点というのは前後ですねこれを線でつないだらどうなるのかでその堺忠次というと、えー、長男の信康を、まあえー、見殺しにした、えー、というふうに受け取る人が結構多いわけですけどもじゃその後と堺家はどうなったのよということも含めて見ていただくと物事の,その真相というのが 明らかになってくるのではないかな。そんな気がしますね。すねまあ家臣としてこうずっと家康の側にいたわけですけれども、そのタダのまあこういうところが特に優れていたなと先生から思われるところは、うんはい、どこですか。あのまあ密蔵えと、ーえーえー、言いますか三軍編成になって、えー、なんと 前衛の一番難しい敵に向かっていくところを坂井忠次は担当してるんですね。<ー>で後ろが石川一政になるわけですねで敵陣を突破していくであの西の,あの三河もともとの松平の土地であったところはあの石川一政が守ってるわけですね。はい じゃあ忠次はというとこれから攻めていって領地化していく東の方へ向かっていくわけですね。でやがて三河を占拠したら次は遠江東東へ行くこの時はあの今川氏真がライバルになるわけですね。それと戦っていく。今川家を排除したらなんと武田信玄が出てくるわけですよね、はい、こういう連中と家康がまともになぜ渡り合えたのかと考えてみると。 そこに優秀なその堺たたずくという補佐役がいたからですね。はい。その辺もね、ちょっとね、細かく見てほしいとこです,、ね、ですね。で、私があの本編で特に印象的だったのが、あの忠次のそのキャラクターといいますか。うん、あの割とこう物怖せずに、<laughs> あの自分より目上の人だったり。まあ、自分の、それこそ家康だったりに対しても、割とこう辛辣なこととか、ズバッと言える。うん、思ったことをさっと言えるっていうところが。うん あの意外とこうなんていうんですか戦国武将の家臣っていうともうなんか中心で何をやれても従うっていうイメージだったのであこういうタイプの家臣もいるんだなっていう。うんあのね、むしろ戦国時代の武将というのはあの方の方が多かったと思いますね実績がある人間は発言力があると俺はこれまでこんだけのことやってきたじゃないかとその俺が言うんだ何か文句があるかという話ですね。<laughs> ええー、後のあの、武変物という言葉が一人ある気するようになりますけども。それを先駆けたのは堺とも言えますね。あ,あ、そうですか。あの、織田信長ほど難しい対象を前にしてですね。あの、反論できないまで、こう好きに言うわけですよね。うん、そんなことできるやつがどれだけいたかということですね。そ,うですねそれ一つとっても、やっぱり堺忠造ってのはすごいと思いますね。はい、さあ、ここで予告 V. T. R. が出来上がっているので、ご覧ください。 家康を支え続けた悲運の宿老酒井忠次徳川家臣団を束ねた男の実像とは忠次が組織を大事にしたんでしょうね結果を出して黙らせ日本の歴史を変えた偉人の真の姿を現代の世に映し出す偉人素顔の履歴書酒井忠次は1月21日土曜日夜8時放送です 偉人素顔の履歴書坂井忠次編は土曜夜8時 BS11 で放送ですどうぞご覧くださいさあ偉人こぼれ話ではさまざまな疑問質問に先生にズバリお答えいただいています題して教えて各先生のお時間です本日はですねちょっと私から質問をさせていただきたいと思います、はい、えこちらです 忠次はまあ物をじせずに目上の人に何でもこう意見など言っていけるタイプだったと思うんですがなぜ信康切腹の時はこう黙って従ったのかということであの実はこれあのこの番組のスタッフさんがあの疑問に思われていたということでちょっとそういうお話になったのでちょっとぜひ聞いてみたいなと思いまして。まさにね今回の坂井忠次を語るにあたって一番の,その中心の線ですね。 えー、なぜ「偉人素顔の履歴書」で社会忠次を取り上げるのか、えー、単に織田信長の前に出てですね信長に事実関係はどうなんだとこう言われて、えー、自分の若大将である信康を守れないでですねいやその通りですと言って帰ってくれたとしたらですねちょっとの,間の抜けた人ですよね、はい、ましてその徳川の中では重んじられることはなかったと思うあの。まず言えることはナンバー2である。 あの家康の次にあるいはもう家康に代わりうるその堺井忠次が信長のところへ行くわけですよね。武田との内通をこの時ね堺井はどう考えたのかなとで家康という個人の主君のことを思うんであれば、えー、その息子である信康をどうしたら助けられるかを一生懸命考えたかもしれません。 ししか私はここであれほどその普段ズバッと物が言える人が沈黙したというのがねいかにもね真実を語っているような気がするんですね。言えなかったんですね。な、え、ぜ、ー、か家康を守るということよりも彼は徳川家を守るということに重きを置いてたんではないかな言い訳をしても信長はあの徳川と一線交える覚悟ですよね。 それが分かってる堺忠次が言い訳をしても結局は戦になってしまう、えー、規模から考えても織田家の方が大きいわけですから結局徳が敗れることになります家康はもしかしたらそのあと滅んだ徳川家を堺忠次が引き継いでこれまで同様その同盟をやってくれたらいいなとそのぐらいのことは考えたかもしれませんけど堺、はい、はそこでその沈黙をすることによって、えー、家康の望み 自分の長男をなんとか救いたいというそれを切り捨てて逆に徳川を守ったんではないかなそれは点を点でつないでいくとそのあと社会家がどうなっていくか社会家というのは幕末までで残って明治には白爵にはなるんですねまあ二方向に分かれてるんですけれども一応両方ともにそうですけれども安泰でなおかつその伯爵まで行くわけですけれどもえその東洋の仕方を見てると 忠次のをやったことを家康は否定してないような気がするんですね少なくとも江戸幕府は社会系を大事にしたこれはもう間違いのない、えー、史実ででは、えー、なぜ信康を裏切ったにもかかわらずそういうふうになったのかそこをねぜひその確認しつつ見ていただくとと,ともに、えー、視聴者の皆さんはこれどういうふうにお考えになるかそこを考えていただきたいところですね。はいい、うん、ありがとうございます さあでは、続いて歴史全体についてのご質問をいただいているのでご紹介します、はい、岐阜県にお住まいのペンネーム関市の信先生からいただきました。ありがとうございます よく時代劇で武士が寝るところのシーンがありますが、はい、そこで使われているまるで肘掛けのような枕出てきますが、うん、本当にあの枕を使っていたのでしょうか、うん、とても硬そうで眠れそうに思えません、はい、また一般の庶民や農家の人たちもああいった枕を使っていたのでしょうかということで確かになんか寝心地の悪そうな枕を使っているなと私も思っていました。 確かに使ってるんですね。ああすねただ、あの多くの方が誤解されてるのはあれ、頭に置くもんじゃないんですね。ああ、どこに置くもの首に置くんですね。あ首にはいで、しかもですね。高さがありますね。はい、あれなぜ高さがあるかというと、あの横を向いて武士は寝るんですね。はい、あの、真正面見ながら、ね、寝る人はいないわけで、ああなぜならば夜襲われた時に心臓を一刺作されたらアウトですからね。あ,あ、そうっていう寝る時もその左を上にして寝ることはないわけですね。 心臓がありますからね。なるほど、えー。左を下にして寝るわけですね。はい、で、斜めっいうか、その横向きになりながら寝て。そうしますと、上から刺されてもですね。もしかしたら、あの心臓まで達しないかもしれない。あ、でも、なんかすごい怖い理由ですね。それは。いやもう、あの、一応形だけですけども、江戸時代というのは。常時戦場はい。えー、いつ、いかなる時に、何が起こっても対処できるようにというふうになっているわけですから。ああ武士だっていうことで、はい。寝る時もやはり同じで。 あの刀を抱いて寝るっていう人もいたようですけれども、あ,あの、えー、心臓の方を下にして、えー、横向きに寝るわけですね。その時こう首に置くのが、うん、あのカス枕,枕で,、ね、で女性がこれを使う場合もあったのは、要するにその髪型が崩れないためですね。うんえー、いうのは大変ですからね。ああ、日本髪、えー、そうですよね。ね、寝てそれで低い枕でしたら髪の毛がぐじょひになってしまいますからね。で、それを防ぐためにあの首に針を当てて。 ええ、たか、ある程度の高さを持ってということで。まあ、しかし、さぞかし、あの、寝返りを打ちにくかったと思いますね。そうですね。打てなかったんじゃないですか。うん、多分、そういう発想はなかったと思いますね。ううなんか、ちょっと、体に悪そうだなって思っちゃいますけど。うん、したがって、その、髪型を気にしないでもいい。えー、武士としての、その、作法にこだわる必要のない、あの、長人は楽ですね。あ<ー>どんなふうに寝たって構わないわけですからね。そういう、いわゆる、まあ、姿勢の人たちとか、まあ、はい、農家の人たちっていうのは。うん 普通の枕、うん。まあ、あの、枕と,枕というものを持たない人もいましたから。あの、服を、あの、してもいいわけですし。座布団を頭に持ってきてもいいわけですし。うんうん、要は、楽な形で、寝れば、それでよかったと思いますね。あまあ、使う理由がね、うん、武士のような理由がないっていうところで、はい。ええー、当時は、形式日ですからね。 武士はその形式にやっぱこだわるそういう立場ですから、えー、こだわる必要のない人たちはああんなもの使う必要はないと思いますね <laughs> ただ枕の位置ということで言うならばやっぱ首の位置なんですねあ、頭に寄せるという発想は <laughs>、うん、あの明治以降ですねなんかでも首に置いたらしんどそうですけどね枕、うん、頭に置。慣れると違うのかもしれませんねううちょっと今日家でやってみようかな <laughs> <laughs> なんか眠れなさそうですけどねはね、い、ありがとうございました <laughs> 各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしています偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひご覧くださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話も合わせてご覧ください毎週火曜日配信です それではぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますでは先生また次回お会いしましょう、はい